はい、皆さんこんばんは、お疲れ様でーす。ここで自己紹介お願いします。はい、どうも、宇野花しうねでやんす。普段は今野健吾っていう名前で漫画家やってるでやんす。気軽に先生って呼んでください。しきよろでーす。先生、ケイスケさん、先生、先生とお呼び、はい、呼び、お呼び。はい、しうねさんお願いします。ケイスケでやんす。めっちゃ安いじゃん。めっちゃ安いわ。めっちゃ安いわ。うわ、買った。こんなんじゃないっすか。難しいのーこれ。もうどっちが早く解けるか勝負しよう。あ、オッケーいいよ。はい。あんな夢こんな夢いっぱいあるけど。あ。みんなみんなみんな叶えてくれる不思議なポケで叶えてくれる。空を自由に飛びたいな。はい。あー、竹が降った。あんあんあん、とっても大好きな歌ってんだ。の星しこの二人かよ。夢ならばどれほど良かったでしょう。今だにあなたのことを夢に見る。忘れたくの鳥に帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを。最高にあなたは教えてくれた。どこですか弁当エレベーターさんに、え、やだ、俺影丸さんの印象変わってて、エレベーターさんに。芸人さんはなるわ。芸人さんは、いや、喋らぞ。エレベーターさん何回言うんだよ。炎上。よし、炎上とか言われてんだけど、俺炎上って言われてるんですけど、炎上って言われてるんですけど、これめっちゃむずいな。ぼーぼーぼー
もボタン押すわ。かけまるさん、かけまるさん、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。かけまるさんが死んだけど走ってた。おいおいおい、今絶対間に合ってなかったですよ。なに、あぶねえ、今ボタンなかったし、死んの遅いよ、ボタンさん、死んの。マジで危なかった、今危ない、危ない。だって今、だって今かけまるさんボタン押された時、あのセントラルのあの真ん中にあるやつの右下ぐらいでしたからね。そうそう、もうダメだって思いながらめっちゃ腕振ってたから、なかなかかけまるみたい。ボタン押すか、ボタン押そう。おい、なんか押すか、いや、あー、すっげー、あぶねー、腰が痛いのは腰痛、おい、乗らないの、おつ、いえ、車通るの、交通。はい、わかりました、大丈夫ですか、わかりました、車通るの、交通、車通るのは腰が痛いの、何でしたっけ、腰痛、腰痛で、今なってるのは、おつ、あの、コードギアスに出てくる女の子はC2! 俺の方が早かった。よかった。俺の方が早かった。知人ナッチタスタバンテ。知人ナッチタスタバンテ。あ、こっち。誰もこっち。はい、お願いしまーす。えい。おぉ、やばいよ、これ。誰誰、俺もね。知人左上、知人左上。あ、これ、これ、これ。あ、これ、知人左上。どうやって、リアクター組は絶対無理っぽい、ね、無理、ボタン持ってる人は、ね、あ、ね、間違えた あお、ここでスッター、マジ悔しい、あ、クナッシーだ、クナッシーだ、あ、中野市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 、難しい、なんか変に、ダメよ、お前、クナッシー、あれ、これ、いける、いけないの、あ、いける、おー、やばい、タイミング、タイミングったのに、やばい、やばい、やばい、お前やけよ、状況、どういう状況、よよ、おかげ丸殺したよ、お前おかげ丸殺した、意味不明、なりなりやってんの、おつ、おつ、なんかするするお前のテクニカルよ、意味不明、どこ行った、ボタン押せって、お前が完全にインポスターのりちゃんだ、おい、面白いぞ、面白いぞ、え、面白くなってんぞ、ちょっと、え、かげ丸さん頑張って、いや、もうこの場面勝てないだろ、勝てる勝てる、頑張れ頑張れ、頑張れ頑張れ、相棒、頑張れ、何してんねん、これ相棒、お前何やってんだよ、おめえ、お前ちょっと帰ってんのか、おめえ、もう少し腕にシルバー巻くとかさ、お前パンツ黄ばんでんぞ、おいおいおい、おむつ黄ばんでんぞ、俺パンツのおむつだよ、おいパンパス変えてこいよ、みんな議論上手くなったなって、俺がつぶやいたら自分で突っ込んだっていうやつ、言えろよ、言えなさいよ、おい影丸、入れろよ、残り90人程度で、
いやもうめちゃくちゃレイクちゃん面白かった。